こんばんは、6時のニュースをお伝えします。栃木の鬼怒川温泉に旅行に来ていたカップルの彼氏が彼女の行動に驚愕しました。2人は旅館で夕食の懐石料理を食べ終えると中井さんから料理の味を聞かれたため、彼氏がどれも豪華で美味しかったですだよなと彼女に話しかけると、あろうことか彼女が魚の骨を用事代わりに使っていたのです。失礼しました。魚の骨を用事代わりに使っていたのです。この行動には彼氏も驚きすぐに注意したとのこと。その後彼氏は骨のあるやつだなと思い彼女にプロポーズしたとのことです。続いてのニュースです。来年の東京オリンピックに向け各国で日々練習に励んでいる選手たちですが、アメリカではユニフォームデザインをめぐって論争が起こっているみたいです。論争の焦点となったのが前回大会ピョンチャンオリンピックのユニフォームデザインです。選手たちは前回大会のユニフォームデザインを継承するのであれば大会に出たくないと語っています。そのユニフォームがこちらです。なぜか股間だけグレーです。さらになぜか股間の中心部は黒くなっています。これには当時のネットでも、おそらくデザイナーはコメディアンだろうなどと世界中から揶揄されました。果たして来年の東京オリンピックはどのようなデザインになるのでしょうか。すごいですねこのデザイン。でもあの股間のデザインを見たら、見てる人たちもポカーンですよね。あ、それ福井さん前も言ってましたよ。以上、ニュースをお伝えしました。